やっぱ違うこれ油の乗りだ。違う。だいたい5分ぐらいで暮らしていく、つくぐらい。ちょっとなんか賑やかな、なんかなんだかんだで賑やかな。これどこなのかというと、これ朝日商店街だけど分かりにくいよな。一応こっちはでもなんか違う名前が書いてある。そう、一応ねこれ鶴形商店街っていうところに来てるんですけど、で大体5分ぐらいで倉敷駅に、着くぐらいの形なんですけど、ちょっと今日はここをね歩いていこうかなと思います。いろいろ紹介できたらなと思いながら、やっていきます。昼間はやってるの、これ多分この水がね、鮮魚が多いかな。いろいろあるわけで、なんかうどん屋さん。ちょっと古市があって有名なね、居酒屋さんなんだ。なんかなんだかんだで賑やかな、なんかもうちょっとこう人が少なくてっていうイメージだった、まあでも結構ねお酒飲まれてる方が今日多いのかなと。まあ土曜日ですから、多いね。あ、うまいっすね。小袋を取ってる。ちょっとなんか賑やかな感じで。いいですね、これ。僕ちょっとうな重、こういう山かけとか、うな丼にしようかな。豚骨ラーメン。あ、いいですね。いいですか、ほんまにここで。ね、今日ここに行こうかなと。ちょっとこちらに今日は。はい、ここでお知らせです。スピチューブインスタグラム始めました。ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。うな重とか、今日うな重しよう。ニンニクラーメンとかだね。ちょっと気になったけど、ドリンクがね、こちら今日飲みたいんですけど、運転手だから誰も飲めない。そう、うわ美味しそうな、これもう、もううな重だけなんかなと思って、めっちゃうる。フグの唐揚げとか、チゲ鍋とか、焼きました。これ豚骨ということで、めちゃくちゃいい匂い。麺これね、
見てください、これね、これね、この今のね、今の時期っていうかちょっと寒くなるんですよ。でまたこの時間にねラーメン食べるとまたこれが美味しいんですよね。豚骨、これも、ね、見てください、これすごい香ばしいね、香りが。おー、やった、これ見てください、この今日はうなぎということでいただこうかな。来ましたか。はい、もうちょっといいね。あ、やっぱ違う、これ油の乗りが、あ、これ見てください、これ、あ、違う、違う、脂身が、うん、12でうなぎは贅沢、違う、これ40年過ぎたし、うん、いただきます、うん、この漬物が、ね、うん、おいしい、よし、うん、程よいです、程よいです、だいたいラーメンとかね、こういう魚とかあるけど、あれはちょっと辛かったから、うん、ピリ辛になったら魚とか味わかんなくなるから、そう、うん、こっぴりのラーメン飽きてきたなの味で、そうだね、これはバランスいいですよ、これ、うん、これでこういう風にね、いますよ、ね、お吸い物もなんかジュースかなんか柑橘系の入ってるね、アクセント、うん、最後のになると食べるのが難しくなってるけど、もう分かるかスプーンが欲しい、そう、もうね、うん、うん、うん、ラーメンあったり、その焼肉定食あったりとか、なんかいろいろあるということで、でこれ朝方までやってるということで、ね、またこのフラット ね、もうすぐね倉敷駅から近いんで、ね、これもう歩いたら3分ぐらいで行けるのかな、ちょっと信号待ちにかかるけどね、はい、というわけでね、またあの YouTube のね、チェックしてください。それでは帰ります、ありがとうございました。これなんだろうね、これ見てスタート、何これ、何これ、1、2、3、4、5、6、あ、ダンスレボリューションみたいな、何だろうこれ、これ一番突き抜けてないか、これどっか行くのかな、これ、なんかこれ向かうところはね、さっきのラバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録
よろしく。